東京オリンピックが延期っていうことで、まあすごく残念だったんだけれども、半分はちょっとほっとしたところがあって、というのはキャンセルにならなかったから、その時点で。もうみんなうわーって地球上の、全ての地球上から集まってきて、そのシティ、ね、街一点にもう集中して、その 2,3 週間いるっていう、もうこれがもう人種のるつぼであり、でそれしてもう本当にこうダイバーシティの、もうコンセントレートなんていうんですかね、もうそのコンセントレーションがものすごい濃いコンセントレーションで、もうこんなのはやっぱりオリンピックでしかないんですよね。やっぱりこうオリンピックは何があっても今まで開催されてきた、まあ、戦争以外はなんですけれどもね、というオリンピックなので、やはりその不屈の精神 のシンボルだと思うんですよ。世界中の皆さんが、まあ、こんな中でもね、その希望の火種が途絶えずに いられたと。でそれを やっぱり私たちが死守、人類が死守できたっていう、そういうようなことを思えるようなね、感じられるような、そうですね、オリンピックになったらいいなと思っています。まあ、1992年のバルセロナ、1996年のアトランタ、でそれから2000年の、シドニーで、2004年のアテネ、2008年の北京、2012年のロンドン、そして2016年のリオ、はいですね、そして2020年の東京も行きます